はい、ネイルドットコムです。今日はですね、ビジューパーツを止める用の硬いジェル、皆さんご存知かと思うんですけど、 V カットのストーンとかちょっと安定しないものだったり、大きめのパーツだったりをしっかりと固定できるジェルっていうのが今あるんですよ。で、すごい硬いジェルで、普通に乗せる用じゃなくって、もう本当にパーツ用みたいな、もう全然だれたりとかもしないようなもので、すごく使いやすくっていいんですけど、今いろんなメーカーさんが出してたりとかしてて、結局どこが一番いいのっていう部分わからないと思うんです。で、楽天で2つのメーカーからそのビジュー用と出ているジェルを購入しました。今日はそちらを紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、クレイクリア色ジェルというメーカーですね。ネイルタウンさんというところが出している色ジェルのクレイクリアです。もう一つがこちら、ピタッとのりジェル。一応横面にはビジュージェルということで記載があるものになっております。こちらを開封していきたいと思います。こちらのクレイクリアの方は実は使ってて、結構あと半分ぐらいかな入ってるんですけど、値段もそんなに高くなかった記憶があります。ピタッとのりジェルは開けたらこんな感じで、ここペローンと剥がれるようになってます。いっぱい入ってます。中身めっちゃいっぱい詰まってますね。横から見てもいっぱい感がすごい分かりやすいかなと思うぐらいいっぱい入ってます。ちょっとまずこのスカルプのフォームがついていた台ですね、こちらに2種類とも出していきたいと思います。はい、では出していきます。まずはこっちの色ジェルのクレイクリアから出していきたいと思います。かなり硬さがあります。このぐらいかな、このぐらい出します。で、こっち側に、よいしょ。で、次はこっちのピタッとのりジェルですね。あ、え、わかりますかね、ついてこない。ジェルなんですけど、ジェルだと思うんですけど、ネバッと感がない。すごい取りやすいは取りやすいです。これを反対側に乗せます。はい、でですね、こっちが色ジェルのクレイクリアで、こっちがピタッとのりジェルというタイプになります。で、今からこの上に V カットストーン3つ置いていきます。で、どのくらい耐えられるのか、ちょっとやってみたいと思います。はい。では、乗せていきたいと思います。1個の、ストーンを立てておきます。これ見せ終わってからやります。見せ終わってからやりますね。1個のストーンを立てて置いていきます。で、どっちの方が、長く立っていられるかやっていきます。やばい、もう色ジェルの方がすごい倒れてる。こっちが色ジェルで、こっちがピタッとのりジェルです。あー、もう色ジェルが倒れてる。あー、完全に倒れましたね。置いてから、置いた瞬間からもうこっち全く動かないんですよね。色ジェルの方がやっぱりちょっと安定感はないのかも。え、全然だれない。すごい、なんか取る時も歯切れもよくって、こんなに立ってるってすごいですよね。でも色ジェルの方は別に私普段使ってるんですけど、ビジュージェルってそんなにいっぱいやっぱりいらないので、
サロンでももう今 V カットたくさんつける人ってそんなにいないので、色ジェルの方を普段使用させてもらってるんですけど、そんなにやってて立たせるのが大変だなっていうのは正直感じたことはないです。ただこのピタットのリジェルはなんかすごい安く購入できたんですけど、すごいすごい全然全然変わらない位置が、ほんとピタッとって感じですね。ピタッと感がすごいありますね、こっちの方が。ちょっと今からついでに硬化もしてみたいと思います。よいしょ、5秒で硬化します。はい、5秒なんですぐ終わります。出してみて、あ、こっち全然固まってない。ジェルの方はもう5秒当てて今しっかりと固まって動かない状態です。でもこっち全然固まってないのでもう5秒入れてみます。ほっ、出してみましょう。あ、全然固まってない、全然固まってない。ちょっと20秒当てちゃいましょう。さすがにね、20秒当てたら固まると思うので20秒当てていきます。はい、20秒経ちました。出してみましょう。あ、さすがに固まりましたね。20秒入れたら固まったんですけど、わかりますかね、白くなってるんですよ。のりジェルだから、のりってことですかね。なんかでんぷんのりみたいな白に変わってますね。ちょっとこれ白いやつだと分かりにくいので、はい、こちらもう透明なフィルムを用意しました。ちょっとこちらにビジュジェルだけ出します。こちらのピタッとのりジェルですね。なんかちょっと白濁して見えるのでちょっと出してみましょう。こちらに見えるかな、分かりにくいよね。透明なフィルムがございます。ちょっと分かりやすいようにちょっと多めに今出しました。結構多いです。クリアも何も乗ってない状態を皆さんに見てもらいたいので隣に出しましょう。この容器から出すときにこうネバーってなっちゃうんですよね。はい、このぐらいです。このぐらい乗せていきます。はい、こんな感じですね。こっちがのりジェルで、こっちが色ジェルです。ライトの中に入れていきましょう。こっちをライトの中に入れます。いってらっしゃい。こっちがのりジェルね、こっちが色ジェルです。はい、20秒硬化していきます。ほらほら、もう白濁してってる。ライトの中で白くなってってるんですよね。で、色ジェルの方は特に変わりはないんですけど、もうすごい真っ白になってる。はい、こんな感じです。入れる時と全然違いますよね。カッチンコッチンです。完全にそのストーンで埋め尽くせるっていう人だったらこれいいのかなって思うんですよ、歯切れがいいので。ただそうじゃない人だったら色ジェルの方がおすすめかなと思いました。はい、今回紹介したピタッとのりジェルとクレイクリア、こちらどちらも概要欄に URL の方を貼っておきますので、気になる方いたらぜひ購入の参考にしてみてください。では今日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ネイル.comでした。